こんにちは、キム・ソンナンです。私は日本で仕事をしている韓国の人で、 YouTube ではK-POP のダンスを踊ったり、Vlog を撮ったり、その他日本語で韓国語を教えるようなコンテンツも作ったり、いろんなタイプのビデオを作っている YouTuber です。今日はこの時期に日本の方が韓国語を勉強すべき理由をいくつか伝えようかと思います。まず一つ目、時間がすごく増えているからです。いつもよりは部屋で過ごす時間がすごく伸びてますよね。この時間にできることはたくさんあると思うんですけれども、やっぱり語学は一番効率のいい投資だと私は思いますので、語学をスタートすればすごくいいかなと思います。次の理由からは、なぜじゃその語学の中で韓国語になるかっていうところなんですけれども、まず韓国語は日本語とすごく似てるからです。ご存知の方もたくさんいると思うんですけれども、韓国語も日本語ももともと漢字、中国の漢字から来た単語が多いですよね。なので発音が似ている単語がものすごく多いです。それに文法もほぼ同じように使えるので、日本の方が勉強するにはとても優しいです。韓国の人が日本語を勉強するにもとても優しいし、日本の方も他の国の方よりは韓国語を勉強、伸びるスピードですかね、それがすごく早いです。その理由としては、とてもお互いの言葉が似てる、文法も似てるからです。はい、次は物理的にとても近い国なので、その中で使えるような活用できるような範囲がとても広いです。韓国にもたくさんの日本の方がいて、日本にもたくさんの韓国の人がいます。なのでその中で生まれるコミュニケーションだったり、ビジネスもそうですし、いろんな場面で使えるような言葉になりますので、韓国語を学んでおくと仕事はもちろん日常でもとても活用がいいです。はい、次の理由は韓国のアイテムですね。この動画を見ている方では韓国の料理とか韓国のファッションとかビューティーアイテムとかに興味のある方も結構いると思うんですけれども、この韓国語が分かるだけでそれを知るというか分かるチャンスがすごく増えます。情報とかもやっぱり言葉が分かるだけでも韓国のサイトを見ることができたり、物もじゃあ日本人向けのサイトだったり、日本人向けの商品だけではなくて、韓国の方が購入しているようなサイトとか、韓国の人が使っている何かのその情報も一緒に見ることができるので、韓国語を勉強するのをとてもおすすめします。最後の理由なんですけれども、やっぱりコンテンツですね。今韓国の K-POP をはじめ、韓国ドラマとか映画とか人気で好きな方もたくさんいると思うんですけれども、そういったコンテンツを字幕なしでそのまま聴ける、そのまま見れるだけでもものすごく楽しめるスケールが全然大きくなりますよね。私個人的には今流行ってる韓国の K-POP、 そういったアイドルの音楽とか、そういった映画ドラマ以外にも韓国のバラードの曲とか、バラエティショーとか、そういったものもすごくおすすめしたいので、そういったところはやっぱりこう字幕とかがついてなくて見れない方もたくさんいると思うんですけれども、この機会でぜひ勉強してみて、そういったところも理解できると韓国語で楽しめるコンテンツがものすごく増えます。はい、ということで日本の方が韓国語を勉強すべき5つの理由を伝えました。台本もなしでそのまま思ったものを伝えただけなんですけれども、皆さんも納得してくれたんですかね。この最近は結構 Vlog を中心でビデオを撮っていたんですけれども、これからは皆さんが家でも楽しめるような韓国語会話のコンテンツとか、ちょっと韓国語の基礎の文法とか、そういうものも作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてビデオを楽しんでください。また質問などございましたら下にあるコメントの方に残してください。またねー。